もう朝か。でも今日は休日。悪いがこのまま二度寝としゃれこもう。うるせー。あ、マリサおはよう。おはようじゃねえんだよ。朝っぱらからお前ら何してんだ。騒音で叩き起こされるって。ムカつきますよね。ただの嫌がらせだったのかよ。ここリビングだけど。リビングに穴が。バカじゃねえの。さて今回も始まりました、デッドバイデイライト実況。いつもは私が脱出するために様々な構成を試してきましたが、今回はちょっと思考を変えまして、キラーを騒音で発狂させようと思います。おまわりさん、こいつです。ははははは、民事不介入なんですよ。それは悪い側の発言じゃねえか。ではまず手始めとしてお取り使ってキラー呼んでみるか。触った発電機からキラーに通知飛ばせるパークか。てかキラー呼んでどうするんだよ。ふふ、特に意味はないよ。ピンポンダッシュと動機が同じ。まあ開幕キラーを確認したいっていうのもあるし、キラー呼べば陽動も溜まるからね。思惑通りキラーが近づいてきたな。とりあえず心音がするタイプのキラーか。お、キラーが来たぞ。あれなんかもう切れてない？そりゃ騒音聞いて見回り来たら開幕で破滅抜かれたんだから。これは早めにここから出た方が良さそうだ。しかし出るタイミングが絶妙にまずかった。ちょっと待って、まだ何もしてないのに。まあ悪さする前に始末するつもりだろ。なんで悪さするのがバレてんだよ。やっぱり悪さするつもりだったんじゃねえか。ちょっと、まだ未遂にもなってないって。ただちょっとキラーに通知送りまくってうざくてたまらん感じにしたかっただけなんです。もはや裁かれるべきだろ。あ、やばい、フェイズウォークしてる。ここで満を持して欺き発動。ロッカーから通知音プラス3秒間スクラッチが消える。やーい、引っかかってやがる。うわ、腹立つだろうな。フェイズウォーク中は欺きが本当に刺さりやすい。スクラッチも消えるのが厄介だろうな。しかも発電機も1台ついちゃって、破滅の破壊と言い立ち上がりは上々。そしてこのフェイズウォークは勘で急旋回してかわします。解説に乗じて勘を織り交ぜるのはやめなさい。さて距離も距離だし、ここはシンプルに板倒そうかな。普段は豚骨だけどたまに塩がいいんだよね。ラーメン感覚でチェイスすんじゃねえよ。さらに空いていたから離れてみちゃったり。終わったわ。ゴリゴリに恨めきてるじゃねえか。でも序盤のペースが良くて試合は優勢。いや、一人死んでるけど。あの人はなんやかんやあってトンネルで死んだよ。一体何があったんだよ。まあ残り発電機は残り2台だし、3人いたら回しきれる。大丈夫大丈夫、リンちゃん飛んできてるぞ。さてチェイスは味方に任せて、私は別の発電機でも回そうかな。しかしうまく隠れた味方タゲは当然霊夢さん。突然の当然であぜんってとこだな。やかましいよ。さてあの味方のいた発電機には絶対おとりを使うとして、しっかり目に持ってるじゃねえか。こっからどう逃げよう。この発電機回りかけだな、つけとくか。チェイスしながら発電機つけるのはやめなさい。そんでここにいたあるし当てとくか。この女も早出せいで板を当ててやがる。そしてここからが本領発揮。まず軽快な窓乗り越え騒音。これによりテンション上がって足が速くなるよ。テンションの上がり方が難解やだ。さらに欺きによるロッカー騒音。おまけで窓乗り越え騒音アゲインもプレゼント。流れるように騒音3つ。スクラッチもぐちゃぐちゃだろうし、これキラー結構なストレスだろうな。ダメだ、少なくともノイローゼにはなってもらわないと。ダメな方に意識高いのやめろ。さて板も割られてチェイスするところが少なくなってきた。でもリンちゃんに殴られるとそっからはきついぞ。そこで陽動なんですね。このようにフェイズウォーク中に陽動を使用し、気がそれたところで隠密する。あとは発電機がつくのを待つだけ。陽動あるある、特に効果がない。なんなんだよこのクソパークは。そしてダメージを負ったことで声がダダ漏れ。次のフェイズウォークはまずかわせないでしょう。ダーハッ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 、かわすまでもないわ。フェイズウォーク使われる前に沈んでんじゃねえか。でも通電したみたいなんで、あとは味方見捨てて脱出するだけですね。いつものさて試合開始、早速味方が殴られてますね。今回は初動でキラーを呼ばなかったんだな。まあね、霊夢ちゃんの実力ぐらいまでなると呼ばなくてもキラー来るから。なんむ。まだ死んだわけじゃねえよ。さてキラーは度重なる強化を受けたレースか。ここは別名イリュージョニスト霊夢ちゃんの力の見せ所。初耳だよ。必殺欺きロッカーインを取りを添えて、ダッサ。お黙り。計画通り。なんでバレてないんだよ。これはほぼ同時に複数の通知を送ることで、キラーの聴覚と集中を乱す奥義なんですよ。奥義こしすぎだろ。そして扉を開くと別の世界でした。ロッカーにそのような力はありません。いや昔は衣装ダンスが異世界に繋がってたらしいですからね。何のニア国物語の話だよ。もう答え出てね。さて一人失いながらも修理は順調に進んで残り1台。味方が釣られた位置もマップ反対側だし、このままこの発電機回してたら通電しそうだな。血族で味方が救助してるのも見えるし、この試合の通電は硬いと思って間違いないですね。キラーは救助狩りに戻ったか。まあ救助された人はきついかもしれないけど、まだ釣り回数にも余裕あるし、発電機止めに来ないなら通電させてやりますよ。だから味方よ、それまで辛抱。なんでだー。予想通り通電したな。火星が東映版とテレ東版ぐらい違うんだよ。遊戯王の話してる？あーもうゲート開ける前にキラー来たよ。終わった GG エンディングまだですか？怒涛の勢いで終わらせにかかるんじゃねえよ。いやこっからどうやって脱出すればいいんだよ。まずキラーを巻いてコラックスの時間内にバレないようにゲートを開ける。無理が過ぎるだろうが、そんなの花で人参育てて馬ぴょいする方が可能性あるわ。無理に流行りに乗ろうとしないで。ほら見ろ、半ばダメ元で吐いた欺きも何の意味も持たないんだから。さてくだらないことを始めたせいで完全にしわ寄せでピンチになる状況。くだらなくない？私はただ騒音でキラーをイライラさせるという高尚なも
目的があったんだ。くだらない上にしょうもないとかお手上げだな。お前もやりたかったのかよ。ひぃー、かなり距離が知り合いた、間に合ってください。ギリギリ間に合ったけどこれ自利品じゃね。クソ、こっからどうすれば。時間もだいぶ渋くなってきたぞ。おー、私の騒音を信じろ。危ねー。信じるものは気がえすぎだろ。もう幕ならここしかねー。ここで決死のロッカーイン。もろたぜ。うぜえな顔でけえよ。あとは隙を見てさっきのゲートを開けるだけ。最後に、ああ。そして様々な経験を積むことで誕生したんですよ。このプロソーオニストが世界一いらない技術だろ。もはやキラーをノイローゼにするだけでは飽き足らず、近隣住民を退去させるレベル。どこのおばさんだよ。しかし開幕早々味方が地下に釣られてしまった。相手は地味に強化が入ったプレイブか。それにしてもいきなり地下はまずいな。この試合は全アンドタナンだわ。全とタナンはコンビ名じゃねえんだよ。そんなわけで私が地下救助に行くわけもなく、こいつ微動だにしないじゃん。その代わりに発電機は進めておきましたので。でも救助された人は無事みたいだぞ。今は助けた人が追われてるのか。ならば私に任せてくださいよ。そこのゲロ発し者よ。めちゃくちゃ汚そうに呼ぶじゃん。仲間が追われて大変。そんな状況を解決してくれるもの、それが騒音さも当然のように言うのやめな。うちだけだよ。そんな同調圧力には屈しません。というわけで、欺き劣りの2連騒音コンボ発動。今のうちに味方には逃げてもらって、あとは私がロッカーキャッチされないように早めに退散するだけ。見つかったわ。もはやいつも通り。そ、ちょっと物音立てただけなのに。これは壁パンクかし。壁パンどころか直接殴られてるんだけど。はやー。は？うるさかったですか？は？さてしなやか発動させて距離は取れたけど、やはりシングル騒音だけでは巻き切るまで至らないか。お前だけこのゲームの楽しみ方違くない？何言ってるんですか。昨今のチェイスではフェイントや急旋回など視覚的な要素が多かったが、そこに音という要素を取り入れたことでより高次元な、はやー、チェイスを確立したんですよ。待って、さっきの変な掛け声で全然入ってこない。よし、発電機も残り2台。しかも今チェイスしてるところはめちゃくちゃ強い。下手したらこのまま通電もあるかやーかもしれない。お前さっきから騒音立てるたびに叫ぶ遊びしてるだろ。気づいちゃいました。なんでちょっと照れた感じ出してんだよ。うるさかったですか。だからさっきからなんだよその質問。うるせえって言えや。うるせえ。うるさいですねだろうが。たんまたんまたんま、ごめんなさい。なんでこんなわけわかんねえやり取りさせられるんだよ。うちのチャンネルだからですね。すいません、これ事業です。受け取らないけど。そんな上司か。てかなぜかチェイスコースミスってしまった。あんなクソなやり取りしてたからだろうが。まあこの固有の発電機は霊夢ちゃんが直々に修理してますからね。試合も後半だし、ここの板をがっつり使っても何も問題ないんですよ。別に板吐かなくてもよかったな。問題終わりじゃねえか。まあ使ったものはしょうがない。落ち着いて切り替えて。危ねえ。落ち着けても切り替えれてもない。さてあの後キラーが諦めたので、しわ寄せで釣られてた味方を治療して私も傷を治してもらおう。面の皮厚すぎません。わかりましたよ。じゃあ責任持って救助に行かせてもらいますよ。陽動まで使って救助なんて珍しいな。いや、発電機の近くに釣られて修理できないんですよね。感心しそうになった私の気持ちを返せ。さて救助したらどうやら私のことを追ってるようですね。今キラーはダメージ判定やるオタクの土砂だぞ。距離詰められたら終わるので、とりあえず欺き発動。お茶を濁しつつ距離を取りましょう。裏からロッカー開ける音聞こえてるし、多分引っかかったんじゃないか。へへーん、ざまあ見やがれって。危ない危ない危ない。さて始まりました、飛来するゲロ対騒音中。戦いとしては間違いなく今世紀最低の組み合わせでしょう。歴史に刻み込んでしまったかもしれないな。なぜ下に下に行こうというのに誇らしげなのか。さてキラーに遠距離攻撃がある状態で窓枠は越えられない。うまく遮蔽を使って逃げたいところだな。お、でもなんかもうゲロ溜めてこない。これはもう国士の土砂に戻ったと見た。ならばしなやか使わせてもらおうか。今のはタイミングが良かったな。発電機もついて状況は悪くない。でもキラーはこれ以上大きはなさそうだぞ。なんだよ、せっかく調子出てきたのに。腹いせにキラーに石投げたろ。しかしここでキラーカムバック。うわー、キラーだよー。うっせぇわ。うっせぇわ。あなたが思うより健康です。思いっきりゲロ吐いてるじゃねえか。流行りに乗ろうとすんな。いや、死んでなかったら健康みたいなとこあるでしょ。それだと人類全員健康だわ。さてしなやか使えないけど、ここは騒音チェイスポイント。2連ロッカーに窓枠とか騒音立て放題。今欺き引っかかりましたね。なんだその迷惑極まりないポイントは。そしてついに通電。あとはダウンしても大丈夫。私はまだ釣られてなかったし、救助するための時間はたっぷりある。おいでもこれ多分味方ダウンするぞ。心配はいらない。たとえ味方が私の代わりにダウンしベースキャンプされようとも、この陽動で気を引けば。ゴリ押せ、もうゴリ押しで救助するぞ。最終的にゴリ押しじゃねえか。よっしゃ、三日目に無理やり入ることに成功。あとは残りの味方に任せたからな。ただプレイブは三日目に入るのは正直きついぞ。あ、でも救助された人影で脱出してる。これなら大丈夫か。グッバイ味方。今回はいつもより多めにいつものしております。まあおかげさまで流行りに乗れたし、感謝はしときましょう。こんな汚い感謝見たことない。